は我々が三重姫と獣の王に登場するキャラクターを紹介するのだ。早速スタートなのだ。なんだ。アヌビス様はオズマルゴで宰相を務めていらっしゃるのだ。エジプト神話っていうののアヌビス神に似た姿をされているのだ。王様に絶対の忠誠を誓っていて、国のためにお仕事を頑張っているのだ。でもたまには休息も必要なのだ。三重姫と獣の王のこと詳しくなったのだ。なんだ。次回も見てほしいのだ。なんだ。次回はあの人を紹介するのだ。